はい、サラリーマンをしながら副業で年収500万を稼ぐという、ね、テーマでお送りしております。今日は第4話なんですけども、もうすでにね、送られてきた動画をガッチャンコして私の動画の後に貼り付けるような作業はしませんけども、興味のある方はね、動画概要欄から見ていただければと思います。あとね、チャンネル登録などをして、このサラリーマン YouTuber の J さんの行動が気になる方は独自にリサーチしていただければと思います。私がね、この動画ですよとかね、こうですよっていうのはもうそろそろなくしていただいて、サラリーマン YouTuber J さんの方に、この動画に興味がある方は直接覗いていっていただければいいと思います。そのためにチャンネル登録をねしていただければと思うんですね。で、今回の動画なんですけども、評価をお願いしますってことだったんで、私なりに動画を見させていただいて評価させていただきます。まずね、この A8 ネットっていうのを使って稼ぐ体験をするのはいいと思うんですよ。もうまずは本当にインターネットを使って稼げるのかなってところがありますので、少ない金額であろうとも実際にリアルに稼いで入金が自分の銀行口座にあったって体験をするのはよろしいかと思います。ですんでね、これまでもやってきたと思いますけども、改めてここから A8 ネットをスタートしていく、これはよろしいかと思います。また並行してね、ポイントサイトなども使っていただければお金を稼ぐことはできると思うんですよ。ただね、これをやって年収500万はとてもいかないと思うんですよね。年収500万ですので、ここからは戦略が必要になってきます。私の体験だとセルフバックで年間で100万ちょっとは稼げるんですよ。3年間以上私は続けてきてですね、そして300万以上の現金を手にしたことがあります。これはセルフバックのサイトを用いてです。 A8 ネットをはじめ AFB とかね、アフロとかスマートシートとか使うわけなんですけども、じゃあね、この J さんの活動はどっちに向かってどういうふうにやっていって、その1年後に500万を目指すのかってことなんですよね。私は多分この A8 ネットを使って、もしくはセルフバックサイトを使って1年後にね、100万円を稼ぐのは目標になりますけども、これで年収500万は狙えないと思うんですよ。じゃあどういうふうにしてね、これから年収500万を組み立てていくのかってところに、非常にね、視聴者さん興味があると思うんですよ。だからこれをね、一緒に見ていきたいと思います。もちろん私もね、このようにやっていったら500万に行くんじゃないのって指導はさせてもらいますけども、今の時点で J さんがこれを使ってどういうふうに500万を組み立てていくのかっていうことはね、まだ聞けてないですよね。はい。で、もしくはね、 A8 ネットで稼いでいくのか、セルフバックサイトで稼いでいくのか、こういうふうなポイントサイトで稼いでいくのか、どうなんでしょうかね。どんな手法なんでしょうか。これによってですね、数百円とか数千円というのは確かに稼げるんで、よし、0から1になったぞっていう体験はあるんですよ。で、今度はこの1を10にしたり100にしたりっていうする作業が必要になってきますけども、これは今までのように自分で作業してセルフバックの案件をどんどんこなしていくだけではちょっといかないんですよね。ですんでね、とりあえずはこの A8 ネットの作業を続けていくっていうのはすごく大事になってきますんで、継続していただきたいんですけども、次回からですね、 J さんにはどういうふうにやってこれを年収の100万に持っていく、200万に持っていく、300万に持っていくっていうふうな、そういうふうなね、青写真がありましたら、ぜひね、お話しいただきたいかと思います。その上で私がそれを評価して、アドバイスにつなげていこうと思いますので、よろしくお願いします。それではですね、 J さんの動画がどんなものか気になる方は、もうあとは独自にですね、 J さんの動画を私の動画概要欄、もしくは検索で探していただいて、またね、チャンネル登録する方はしていただいて、リサーチしていただければと思います。皆さんもね、これからセルフバックをしてみようとかね、副業で稼いでみよう、年収500万とはいかないけども50万とかね、年収でプラス100万とか今の収入に乗っかっていったらいいなって方は見ていったらいいんじゃないかなと思います。そして一緒に自分に言われてると思って、私からの教育を受けてみてください。それではまた次回楽しみにしてます。